どうもこんにちは、機関車大好きワンマンエリックです。さて今日はですね、まあ、今年のハッピーセントのプラレール1段2段に続けてありましたよね。それでちょっと2段の時にデゴイチ205機がなかったじゃないですか。それで果たしてあるかどうかをちょっと探してみました。はい、ご覧の通りですね。はい、果たして入ってるでしょうかね。はい、これで今回はもう最後の紹介となります。はい、では開けてみます。果たして入ってるでしょうか。はい、じゃじゃーん。はい、こちらですね。おお、あ、ありましたね。はい、もう、お分かりの通り、右手に、はい、デゴイチ200です。まあ、あと以下はもう、入手済みの各種です。ご覧の各種です。さあ、早速と、ちょっともう、まあ、コメントは、述べるのは省略して、さっさとシール貼っちゃいましょう。はい、じゃじゃーん。はい、貼れましたね。はい。あとはもう、前回からの、紹介動画と同様ですね。はい。で、最後に入手した、はい、デゴイチ200。はい、欲しかった。おー。ね、はい、連結も、はい、充電ができるような感じです。はい。はい、ちなみに、こちらもメイドインチャイナですね。で、これはね、実は笛が吹くことが可能なんですよ。ちょっと聞いててください。はい、というわけです。聞こえましたでしょうか？お。おー、すごい。はあ、これをつないでさ。ちょっと面白い、ちょっと不思議っていうか、もうちょっとなんか子供らしい、なんかね、まあおもちゃ遊びのようなちょっと列車をちょっと組んでみたいと思います。まあ詳しいことはまた次回のお楽しみに。ではこの辺で。アニエリ TV はワンマン運転を行っております。低評価される方はご遠慮願います。高評価をお願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。